すいません、駅員さん、どうされました？30分の遅延証をください。60分におまけしときますね。ありがとうございます。それでは続いて3年3組の出し物で弾き語りです。おい、胸を何してんだよ。胸をのバカ。私が歌おっか。いない場合は終了となりますが。お待たせしました。胸を。間に合った。頑張れー。それでは胸をの演奏です。どうぞ。家族になろうよ。マジかっこいいじゃん。好きぽよ。みんなありがとう。胸を付き合って。私も今マジで文化祭マジック強。チーズ。遅延症ですか？10分のちょうだい。どうぞ。朝ぽよ。おはぽよ。たくぽよ。卒業式まで遅刻か。はい、遅延症。遅延症だけちゃんと持ってきやがって。優等生でしょ。なわけあるか。おい、ちょっと待て。は？メイクが濃すぎだぞ。学生らしくしろ。は？今日いっぱい写真撮んだから漏らせろよ。ダメだ、トイレで落としてこい。ケーブルテレビとかにも映るんだから漏れてた方がいいでしょ。ダメだと言ってんだろ、落としてこい。でもさっき来賓の教育委員会のおじさんがめっちゃ可愛いって褒めてくれたよ。あ、よく見たら可愛いじゃねえか。ちょろギャル強すげえ。ですので無理だって言ってるじゃないですか。どうして1740円もかかるんだ。横山さんの切符は指定席ですので、当日の払い戻し手数料が 30% かかってしまうんです。俺はコロナだったんだぞ。外出したくてもできないのよ。お気持ちはわかるんですが。じゃあいつ来たらよかったんだ。出発日の2日前でしたら手数料は340円でした。2日前は俺何してたんだ。コロナだったんですよね。そうだ、コロナだ。家で寝込んでたのよ。忘れてるじゃないですか。忘れるほど辛かったのよ。だから手数料を340円にしろ。じゃあちょっと待っててください。おう、バラさんどうします？あんなやつ 30% 取っちまえ。ですよね。横山さん、安くなったか。手数料 30% いただきます。すげえ。あれ、そうすけ、チョコは家にいっぱいあるでしょ。今食べたい。もう。お母さん、ちょっといいですか？はい。お子様はおいくつですか？え、なんか疑われてる。どうしよう。あ、6歳です。ってことは4月から小学生ですか？そうですね。もしかして買う切符間違ってた？ですと3月31日までタダでいいですよ。え、そうなんですか？はい、子供の切符が必要になるのは4月1日からです。てっきり保育園を卒園したので小学生扱いだと思って。こちら切符の代金お返ししますね。わざわざありがとうございます。ソースケ。何？チョコ買ってあげる。やったー。笑顔よし。泣いちまったよ。お前のせいで俺まで。寂しいよ。早く帰ろうぜ。だるかった。すごっ。お前たち卒業おめでとうな。バラッチが書いたの？この人と一緒にな。どうも、駅員さん、卒業おめでとうございます。皆さんに遅延証を何枚配ったんでしょうね。いつもあざぽよ。今まで皆さんは電車に乗る側でしたね。でも明日からは自分という電車を自分で運転しなければなりません。はい。特急で進むのも快速で進むのもあなた自身です。はい。でも時には停車したくなる時もあります。はい。そのために駅があります。皆様にとって一番安心のできる場所を見つけて、各駅停車でもいいから進んでいってください。以上、俺の言うことは聞かないお前たちの最後の授業でした。バラッチー。あれ、どこ行けばいいんだ。邪魔だ。あ、すいません。うろうろすんな。あ、すいません。あー、もうわかんない。お兄ちゃん、どうかしたの？あの、長野から就活できたんですけど道に迷っちゃって。どこまで行くの？いわきです。ならいい657系だ。え？あ、息子です。 E657系って常磐線の特急日立だよ。え？あ、日立は中央改札を通ってエスカレーターで2階に上がって8番線に行ったら大丈夫だよ。あ、ありがとうございます。この子のおかげで私も詳しくなっちゃって本当に助かりました。就活ファイト。ファイト。ありがとう。チーズ。遅延症ですか？90分のちょうだい。100分におまけしときますね。あざぽよ。え、この後何？先生たちの歌らしいぜ。いらねえだろ。それでは先生たちから卒業生への歌のプレゼントです。自由をかける通りを振り返ることもせず。意外とうめえな。だよな。おはぽよ。パラッチは？そういえば歌ってないな。え？弾けんの？ん？地震発生！緊急停車します。結構でけえぞ。終わりだ。ママ。皆様、手すりやつり革につかまって転ばないようにしてください。みんな大丈夫か？
大丈夫です。指令より運転士取れますか？はい、こちらトンネル手前のカーブ付近で停車しています。現在大津波警報が出されています。避難案内をしますので対応を願います。承知しました。近くに高台となる小学校がありますので、そちらに乗客と共に避難をお願いします。承知しました。皆さん、現在大津波警報が出されています。なのでこの近くの小学校へ避難をします。僕の後に続いてください。ん？足元に気をつけて落ち着いて進んでください。よいしょ。ママ。ちょっと運転手さん。はい。あんた地元はこの辺か？いえ、東京から来ましたが。やっぱりか。俺は生まれて65年東北にいんだけど、学校へ行かねえ方がいいと思うぞ。どうしてですか？今まで見たこともねえ津波がもうそこまで来てんだ。学校へ行く途中に低いとこも通るんだ。そこで飲み込まれるかもしれねえぞ。でも電車に戻ろう。あそこなら山が守ってくれるはずだ。津波も来ねえと思うんだよ。わかりました。指令より運転士。はい、本当にいい判断だった。どうしたんですか？避難先の小学校が津波に飲み込まれた。え？そのまま車内で待機をしてくれ。わかりました。おじさん、俺の意見を聞いてくれた運転手さんのおかげだよ。本当にありがとうございました。安心するのはまだ早いぞ。はい。ママ大丈夫かな？絶対大丈夫だからね。俺みかんでも食べ。ありがとう。俺の弁当もよかったら食えよ。うん。僕ももらっていいですか？もちろんだ。食え食え。ほら運転手さんも。あ、いただきます。ん？なんだ？どうしたんですか？子供を探しに来たんです。え、もしかして。ママ！宗介！ママ、怖かったよ。宗介、すぐに来れなくてごめんね。よく頑張ったね。ママ！よかったよかった。よかったね。皆さん、もう少しの辛抱です。ここにいる皆さんの絆で、なんとか乗り越えましょう。そして必ず、生きて帰りましょう。はい。そうか、自由席満席じゃねえか。ん？トイレぐらいならいいよな。ご乗車ありがとうございます。ん？へえ、すっきりした。おいこらてめえ、なんだ。グリーン車のチケット持ってますか？持ってないよ。ですとグリーン車に立ち入りましたので、追加でお金払ってもらいますよ。へえ、クソしただけだろクソが。グリーン車はグリーン券を買った人のための空間です。持ってない方は基本的に立ち入り禁止です。クソが、そんなの知らなかったのよ。勉強代として今回は払ってください。お断りなのよ。それでは4870円です。高すぎなのよ。っていう厳しい車掌さんもいますので気をつけてくださいね。二度と乗るかクソが。まもなくドアが閉まります。すいません。もう一度ドア開けます。お兄ちゃん、ゆっくりでいいよ。ありがとうございます。ん？空いてる席ないか。お兄ちゃん。はい。おばあの席座りなさい。いやー、いいですよ。いいのよ、今年85だけど、あんたより歩けるわよ。ありがとうございます。おばあちゃん。はい。僕は今年6歳だけど、おばあちゃんより歩けるよ。あら、だから席どうぞ。優しい世界だ。車内混雑しています。無理なご乗車はおやめください。ぎゅうぎゅうだな。誰かに触られてる。でも動けないし、声も出せない。意外とバレないもんだな。おいこらてめえ。えてめえ、その子触ってたろ。そんなことしないわ。この目ではっきり見たんだよ。次の駅でこいつ降ろすんで、誰か手伝ってもらえますか？俺やるっすよ。助かります。お兄さん、ありがとうございました。いいえ、触られてる時体も動かせなくて声も出なくて。動けなくて声も出なくて当然です。だからこそ周りの僕らが気づいて助ける責任があると思うんです。そうっすね。お、初めてのお使いかな。赤い名鉄に乗って豊川稲荷で降りる。あ、赤い名鉄だ。うわあ、かっこいい。え、まもなく豊川行き列車発車します。え、豊川乗ります。ちょっと宗介、頑張れ。次豊川稲荷ですか？はい、豊川ですよ。あれ、お兄ちゃん、この電車は JR だから名鉄とは違う駅に着いちゃうけど大丈夫かな？間違えちゃった。もう戻れないですか？
楽勝だよ。一緒に名鉄の駅まで歩こうか。うん、宗介、なんとか来れたんだね。楽勝だよ。どうやってここまで来たの？にひー。宗介、エレベーターのボタンを押して。うん、宗介がいると助かるな。ママは重いベビーカーをしてるから疲れちゃうもんね。そうそう。ドキドキドキ。え、うん、もう満員だ。子供連れは後にしろ。おいごらてめえ。え、てめえは本当にエレベーターが必要か？階段より楽だから使ってんのよ。エレベーターがないと移動できねえ人がいるのがわからねえか。あんたは階段でもエスカレーターでも移動できるだろ。まあそうだけど。なら相手の気持ちになって譲ってあげてください。どうぞ。ありがとう。電車止まってんの？ごめんなさい、車両トラブルの影響で。え、東京ドームまで行きたいんだけど。今 JR は全部止まってて行けないですね。じゃあ諦めるしかないよね。ごめんなさい、都営地下鉄がありますよ。え、今から振り替え輸送を始めるのでこっちへ乗ってください。あざぽよ。え、ホームさん、あと一人行きます。はいよ。JR さんは振り替え表をお客様へ。できてますよ。それじゃあお客様、ホームまで走りましょう。チーズ。それでは東京ドームへ野球観戦楽しんできてくださいね。いや、ビールの売り子のバイトね。あ、こっち。うわ、あっぶねー。釣り革にぶら下がっていいの？ふーん、痛っ。胸を大丈夫か？ふりー。おいぐらてめえ。てめえは周りが何も見えてねえのか。運動不足だから筋トレしてるのよ。それで周りの人に怪我させた場合、傷害罪になるぞ。え？ぶら下がって釣り革を壊した場合、器物破損の罪になるぞ。前に人がぶら下がって釣り革がちぎれ、周りの人も自分も大怪我をしたっていう事故があったんだぞ。すいません。先のことを考えて、みんなが快適にできるようご協力をお願いします。え？クソが！どうされました？福岡駅はどこなのよ？福岡駅はありませんが。東京には東京駅があるし、大阪には大阪駅があるのにか？不思議ですよね。理由を述べよう！あ、実は明治時代に福岡と博多が合体することになったんです。それで？市の名前をどっちにするか多数決を取ったら、福岡が勝ったんです。なら福岡駅になるはずだろう！でもその代わり、駅の名前は博多バイってことで、駅になったんです。ややこしいことしやがって。いつか福岡駅もできるといいですね。クソが。サフィール踊り子3号まもなく発車します。わー、 E261K だ。ソウスケ乗るよ。うん、そろそろ動くぞ。楽しみだね。出発進行。クソガキがうるさいのよ。うん、あ、すいませんでした。すいません。俺は静かに過ごしたいのよ。二度と騒ぐなよ。うん、ソウスケ寝てよっか。騒いだっていいんですよ。え、先ほど4名個室に空きが出ましたので、よかったらご案内しますよ。ぜひ取らせてください。ありがとうございます。ここなら気楽だな。うん、よかったねソウスケ。にひ。笑顔よし。チーズ。チーズ。遅延症ですか？ちげえよ、白馬にスノボ行くの。あ、いいですね。輝き乗ったらすぐだよね。はい、大宮を出たらすぐ長野で、そこからはバスが出てますね。あざぽよー。あざーす。え、バス止まってんの？ごめんね、バスのエンジンが凍っちゃってね。もう私が燃やしてあげようか？いや、ダメだよ。まあ諦めるしかないよね。だな。え？え？お前らここで何しとんだ？バラッチ？バス止まっちゃって、スキー場まで乗せてって。嫌だね、これから温泉に行くんだよ。バラッチあざぽよー。あざーす。いいって言ってねえだろ。ギャルとヤンキー強。俺の席はどこだ？うん？クソが邪魔なのよ。は？お前の頭で通れないのよ。うざぽよ。次出してたら許さんからな。はいはい。お姉ちゃん、何？席変わろっか。え、いいの？もちろん、窓側なら安心して寝れるでしょ。あざぽよ。でもお姉さんは眠くないの？私は余裕だよ。クソが邪魔なのよ。あ、て、受けるー。チーズ。遅延症ですか？10分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。
バラッチ遅延症。はいよ、じゃあ補習を始めるぞ。なんで私だけなの？お前が今までサボった罰だ。サボらせるような授業すっからだろ。黙って教科書を開け。うざぽよ。え？ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアタクポヨー、ハッピーバースデートゥーユー。え、なんでみんな？3月生まれのやつはいつも学校でお祝いできねえだろ。でもちょうど補習があったからさ、マジうれぽよ。みんなでケーキ食べよ。補習終わってからな。だるぽよ。今日はどこまで行くの？ママの会社のある横浜まで行くの。一人で偉いね。行ってらっしゃいませ。 T1 に乗って終点の横浜まで余裕だね。このまま乗ってけば大丈夫だ。あれ、ここ横浜？ここは湘南台だよ。なんで横浜に行く電車だったのに。あ、もしかして東急と相鉄がつながったの知らなかった？え、うん。3月18日から開通したんだよ。だからここまで来ちゃったんだ。もう一人間違って来ちゃった人がいるから一緒に帰ってください。誰？鬼だよ。うう、怖いおじさんだ。いつも怖いわけじゃないのよ。行くぞ。うん。おいガキ、チョコやるよ。ありがとう。笑顔よし。ぎゅうぎゅうだな。ギリギリだな。もう満員で入らないんで次の電車ご利用ください。クソがクソがクソが。横山さん、扉から飛び出してます。これじゃ発車できないです。無理やり閉めるのよ。もう無理です。次の電車もすぐ来るので降りてください。ふざけるな。もうこのままでいいから走らせろ。おいぐらてめえ。電車から落ちたことを想像してみろ。ちゃんと捕まってるから大丈夫なのよ。そもそも一つでも扉が閉まってなかったら電車は動かないんだよ。そうなのか？今何万人もの人に迷惑がかかってるのがわからねえか？ああ。そこまでして急いでいく用事なのか？そういうわけじゃ。なら安全のために次の電車を使ってください。わかってよ。福岡空港到着です。ママ早く。ソウスケ待って。え？エレベーターめっちゃ混んでる。全然進まないね。やばい、このままだと遅れちゃう。お客様、お急ぎですか？あ、はい、もうすぐ飛行機が出ちゃうんです。ですと階段で行きましょう。でも荷物が多くて。僕が持ちますよ。さあ行きましょう。え、ありがとうございます。行くぞ。わあ。わあ。ちょっと待ってよ。空港はあちらになります。本当に助かりました。空港のエレベーターはこの台。困ったらいつでも声かけてください。ありがとうございます。ママ遅いよ。もうソウスケったら。お気をつけて。